見れてるかな。こんばんは。どうも皆さんこんばんは。ちょっと一段落したのでね、久しぶりにやろうかと思うんですが、皆さんね、お元気にしていたんでしょうかね。私はもう夏のイベント続きで、いやーもうクタクタになってました、正直。でもね、だんだん夏もね終わってきてですね、外出たのはまああれをこう投稿する2時間ぐらい前には正直外出てたんですけどね。いや皆さんね、夏の暑さにはやられてないですか？大丈夫ですか？この間までですね、東京にいたんですけれども、やっぱり名古屋は暑いですね。名古屋は大変ですよ、暑い。 HP 一桁です、大変だ。いやーね、皆さん本当にね、暑い中皆さんいつもお疲れ様です。最近財布がなくなってへこんでます。財布ってなくなるのきついよね。なんかもう全部大事なカードとかさ、いろいろ、なんだろう、身分証明書とか落としてたらもうね、人生の危機ですよ。なんか最近映画の予告でスマホを落としただけなのにっていう映画、みんな知ってますか？なんかスマホを落としたら、なんかなんて言えばいいんだろうな、自分の個人情報が全部その落として拾った人に分かってしまって、自分がやっていないところまで、やっていないことまで全部なんか乗っ取られちゃうお話らしくって、いやめっちゃ怖いけどちょっと面白そうだなと思ってて。保険証、キャッシュカードがなくなりました。キャッシュカードはもう急いで止めないとね、悪用されちゃいますから気をつけてください。タピオカじゃありません、今日は。ホラー系なのかな、わかんないけれども、いやちょっと予告を見てね、怖いなと思いました。まあ私はね、なかなかお財布は落としたことないですよ。っていうか落としたことないかもしれない。なんかゲームセンターとかでたまに、なんていうの、こうそのゲームに真面目になってしまって、横にお財布を置いちゃったまま、なくなったことはある。消えたっていうか、自分が置いてたまんまにしちゃって、まあ見つけたんですけど。ご飯まだ、ご飯まだですね。でも今日変な時間にね、お昼ご飯を食べたんですよ。2時くらいかな、多分。傘結局直してないの。新しい日傘を買いました、実は。お出かけしたっていうか、お仕事をしてきましたが、あの財布を持ってくるのを、お家にお財布を置いていたまま外出してしまって、所持金が真ん中に入っているお金190円くらいしかなくって、あの全然何もね楽しめずにね、テクテクまっすぐお家に帰りました。今日はこんばんは、こんばんは。スマホと財布どっち落としたい？いやどっちも落としたくないけども、強いて言うなら財布ですかね、やっぱ。あでも財布の中身にもよるよね、スマホも中身によるよね。スイカじゃないんか。いやスイカだったんですよ、埼玉の時は。けどもう名古屋に来てしっかり名古屋人になりました。マナカを使うようになりました。夏バテしてないですよ、リンカは。
なんとかね、今年の夏も乗り切りました。私は夏バテせずに、なんとか乗り切りました。りかちゃんの配信見るの久しぶり。まああんまりやってなかったからな、正直。まあ皆さんね、この夏いろいろありましたけれども、何かありましたか？一番良かった楽しかったこと。私はね、やっぱりね、何気余韻もあるかもしれないけどもね、サマステがすごい楽しかったんですよ。なんか衣装も可愛くって、なんか貝殻衣装っていうんだけど、めちゃめちゃね、そう、衣装が可愛くてめちゃめちゃ嬉しかったね。美浜は楽しかったけど、なんかもう暑かったなって思い出しかなくって、楽しいことはないね、苦しいことしか。そんな美浜の兆しについて、何が兆し、最初にパーティーの後にやった。パーティーとかめちゃめちゃ、パーティーが始まるよって曲披露したけど、めちゃめちゃ久しぶりにやった気がする。りかちゃん日焼けした？いや、してないと思います。あのもうね、私はバッチリ日焼け止めもして、こう日頃はもう日に当たらないように、もうね、日向は走って、日陰は休みながら歩いて、ゆっくり歩いてを繰り返してですね、今年もね、白いままね、夏は終われそうです。私は暑くないと美浜ではない気がするけどね。本当に美浜は熱中症になる人が多そうだから、みんな本当に気をつけてくださいと思ってた。だから外に出ないんだね。いや、外には出ましたよ、言うて毎日出てるからね、何気最近は。最近は、いや、私ね、7泊8日っていうのかな、東京にいたんですよ、ずっと。いや、もうね、東京をね、まあ埼玉に住んでたんですけれどもね、東京をね、もう満喫してきました。結構ね、ののちゃんといる機会が多かったかなって思うんだけど、いや、りんかちゃんこんばんは。7泊ってすごくないですか？結構、まあ1泊は自宅なんですけれども、この間外で見かけたけど声かけれなかったわね。めっちゃ怖い、そういうの。本当に怖い本当に怖い、そういうの。いや、もう声をかけられない怖さってやばくないですか？そう、夢の国も行った。リコリンとじゃないのか、なんかね、今回はののちゃんと結構なんだろうな、部が一緒だったりしたから、一緒に時間、帰る時間も一緒だったりして、それでかな、結構一緒にいることが多かったかな。あさっての公園に行く。あさってって何日だ？今日が 17？ あ、19か。今日よく止まる Wi-Fi が。そう、夢の国に行ってきたんですよ。あやめろさんの生誕祭だ。そうだね、19日は K2 公演ですね。あ、でですね、ののちゃんと夢の国へ行ってきたんですよ。まあでもね、なんだろうな、結構やっぱり
まだまだ混んでますねって感じで、夏なのに、夏だから行くのか。なんかね、朝からはもちろん行けなかったから3時からのやつで行ったんですよ。なんて言うんだっけね、なんかスターなんちゃらかんちゃらみたいなチケットで行ったんですよ。3時から入れるのに、めちゃめちゃ人いました。マッピングって何？今日りんかちゃんの浴衣配信期待してた。いや私浴衣をまず持っていない、自分で。だからもう全くね、お祭りとか楽しめないね私は。着付けてくれる人もいないしね、正直悲しい現実ですが。どっちがリーダー役なの？なんのなんの？眠たいのツイッターアカウント作ろうよ。なんか今回でも別にわざわざツイッターを作ってくださいみたいなのも言われてないからいいかなと思ってて。なんか去年はフォーリンラブって言って NMB の小島あかりんさんと安藤エリナさん、卒業したんだけど安藤エリナさんとあとイズリンと4人でやったんですけど、その時はなんかかりん先輩が結構しっかりしてる人だから、やっぱアカウントとかそういうの作ってくれて、そうそうそう、だからなんか私はもうほぼほぼ付き添いみたいな感じでやってたんですよ。結構いいところまで行きそう。それなんかみんなに言われる、眠たい結構行きそうだよねみたいな、いいところまでって。どうなんだろうね、まあ運もあるんで正直ね。いやでもとりあえず本戦出られてよかったなって。やっぱ本戦出れたら衣装ももらえるし、でなんか SK 全然出る人少ないらしくってね、やばいですよね。なんでリンカとコハちゃんで頑張ります。リンカちゃんはそういう運ありそう。私ね結構ね運は自信あるんですよ。なんかなんだろう、生まれ持って結構運はいい方なんですよ、なんだかんだで。なんだかんだでっていうか多分めちゃめちゃ運いい方だと思う。まあ衣装はね、皆さんいろいろね期待しておいてください。何になるか私もまだわからないです。ヒアリングはしたけど。みかたんがじゃんけんするの全然決めれない、どっちがじゃんけんするとかも。運だけで生きてきたわけではないけれども運はいい方でした。衣装楽しみ、まあ、楽しみにしててくださいね。えどんなのになるんだろうね、私もまだわからないからな。後出しじゃんけんで勝ち上がろう。炎上しちゃうよ、炎上しちゃう。 SK 入れたのも、いや正直それは運だとは思いたくないね。うん、思いたくないですよ。だから考えません。そう、しかもシードなんだよね。結構ねいいかもしれない、もしかしたらいいところまで行っちゃうかもしれないけど、でもどうしよう、いいところまで正直私行かないでもいいなとは思っちゃうんだけど、なんかそこら辺まで行っちゃっても逆に怖くない、注目浴びて、どうしようどうしようって思って。まあねその時その時なんで、皆さんね、まあ眠たいが勝ってほしいと思う方は応援してください。結局は運なんで。いや楽しいじゃんと思うかもしれないけれども、まあね自分とねみんなの考えるね立場は違うんですよ、いろいろとあるんですよね。
応援してる人はね、そりゃ行ってほしいと思いますけれどもね、いろいろね、私もね大変なんですよ。ね、まあ察しました。別になんか上からそんな圧力みたいのは何にもないんですけれども、何にもないんですけれども、明日はなんて読むの、なんとか祭り、明日お祭りなんだ。味方も大変なんだね。いや何も大変じゃないよ。いや私もね、なんかね昔やっぱそういうめちゃめちゃさ、なんかもう黄金時代って呼ばれてた時、結構テレビとか見てたけど、なんか絶対このじゃんけん大会とかマジで絶対やらすやんって思ってたんですよ。なんか最後の最後でめちゃめちゃやっぱ可愛い子が優勝するんじゃないかなとか思ってたんですけど、なんか本当にじゃんけんでびっくりした。私はなんか昔からやらせだろうなと思ってて、いややらせっぽくないだってって思うじゃんけど、本当に違うんですよね、それがそれで。なんで結構ね、何気そういうところはね、皆さんね、いやきっとねそれはね絶対にねやらせじゃないと思います。それは多分、いやだってやらせって言ってるわけじゃないからいいんだよ。だからねガチなんだなって思って、まあねわからないですけれども、いつからかなのかはね私もよくわからないんですけど、私が入ってからはやらせじゃないですよ皆さん。ミカタンの言うこと普通の子っぽくておもろい、いやディスってるでしょ普通の子っぽいって、みんなそれ言うよね。ねえほんとそうそう、栄のお祭り、去年マリンと行ったお祭り、あーねなんとなく覚えてる。真面目なところ好き、いや私真面目ですか、自分ではあんまり真面目じゃないなって思うんですけど、いい意味で。いやねやらせだとは思うんですけどね、かも思ってたんですけど違うんですよ、それがそれで何気。変なとこ真面目、そうかな。そういえば今めっちゃ坂道グループのあれオーディションでいろんな人が配信してますね、ショールーム。びっくりした、なんかいろんなの人の見てたらみんな浴衣とか着てなんかこうやってて、なんか私もあー昔はそういうの、昔はって、まあ昔だね、2年前になっちゃうからもう昔はそういうのやってたなーって思って、なんかね懐かしく思いました。いや本当にね、私結構これ何回も話しちゃってるんですけどね、あの当時緊張しすぎて、そういうのがめちゃめちゃ、このなんかショールームで配信っていうのがまだそんなに浸透してない時期で、めちゃめちゃね緊張してたんですよ。そんな配信なんてあるのみたいな、え本当に結構 SK とかが最初ぐらいなぐらい、なかなか動画でこう配信するっていうのはなくて、私めちゃめちゃ緊張してて、でそうでどうしたかっていうと、私緊張しすぎてなんか喉がおかしくなっちゃって、なんか声が出なくなっちゃったんですよ本当に緊張しすぎて。でなんかもうガッサガサになっちゃって、普通に出したら、だからもうなんか裏声みたいな、もう出ない声を振り絞って
ほぼ毎日かな、やってましたね。懐かしいです。あ、だるまありがとうございます。ラスさんありがとうございます。あー揺れる。いや本当にね緊張してて、今はあまり緊張しないのね。いやもう慣れたからね正直。その頃は見てなくてすみません。いや逆に私はもう見てなくていいよ、そんな昔を知られたくない。だから本当に懐かしいなと思いながら見てました。なんか今の人って結構みんななんかあれじゃないですか、 TikTok とか知ってます？みんな TikTok ってなんかもうすごい時代になってきてるから、なんかそういうのがちょっと普通になってきてるかもしれないんですけど、その時は普通じゃなかったから、やっぱりだからもうめちゃめちゃ緊張しててやばかったですよ。いやもう時代ですよ本当に。時代は変わりましたね。やっぱ2年はね大きいらしいです。やっぱりまあね、過去を知っている方もね知っていない方もいると思いますがね、今からでいいんで好きになってください。本当にいや本当に懐かしい、昔を思い出した。だって恥ずかしいもん、自分のそうこう顔を出してね、女子高生ミスコンで TikTok を学びました。なんかあったな、ミスコンとか。過去を知ってるって意味深や。いやそんな悪いことしてないから。TikTok はコメント欄見ると中学生くらい、なんかまあね中学生とかそんな感じがやってるよね。久しぶりに朝配信しよう。いやなんかね朝やろうと思うんだけどね、なんかねやる気がね起きない、眠いってなってまた寝ちゃう。もう最近はね本当にねぐったりしてますよ、ぐったり生活が続いてます。えいかちゃん中学に入った？そうですよ、私は中3かな、中3で入りました。眠たいだもんね。いや本当になんか期待しないでほしい私に、なんかそういうマジでなんか思う、本当になんかわかります、なんかこういうマジでガチ、私はもう一日中もうアイドルのこの公演とかみんなのことしか考えてないの私はみたいなのだとは本当に思わないでほしい。それは自分だって自分の趣味の時間だったりあるし、それが逆に私は普通だと思う本当に。夢を壊さないで、いやもう本当にそう思う人ならやめてほしいマジで。だってわかる、こんなねずっとね24時間アイドルですみたいな私は無理私には無理それは。でも逆になんか全くやる気がないわけとかじゃなくて、もちろん公演だって出たいなって思うし、なんだろうな、あとは握手だってたくさんやりたいなって思うのはあるんだけれども、でも24時間考えてはないですよっていうのは分かってほしい。そう人間だもの。いやもう本当にねなんかもう24時間アイドルっていう人はロボットだと思う、私はロボットだよ、アンドロイド。ねえそうですよ。そうコンビニじゃないから私、うん、そう、それができる子はまあ本当に
すごい子っていうか、本当にすごい子っていうか、逆に私はそれもそれでどうかなとは思うけど。そう、なんかね、最近ね、握手会があったじゃないですか。で、なんかりんかちゃんはこのなんかどう思ってるの声のことみたいに思われて、いやもちろん私は声も大事だなとか思ってたけど、なんかもうなんかそれしか考えてないみたいな感じで言われてたから、いや私そんなアイドルじゃないよって思ったから、みんなもそう思ってたら、まあ、思ってる人もなかなかいないとも思うけれども、嫌だなと思ったから言ったの。反抗期かな、高校2年生になった反抗期はないよ。ファンでもどうかなって思ってる人はいるでしょ、思ってる人もいるのかな。まあでも私は私なんでね。で最近思った、何飲んでる、何だと思う、カフェオレのかっこガムシロ大量。公園でもその調子で行って、もちろんもちろんです。おままごととかするの、いや何歳だと思ってんの私、もう16ですから、16ですよ。何話そうかないやみんなね、何してるんですか、みんなは今何やりながら見てるんですか、それともこれだけ見てるんですか。最近何かありましたか。やっぱりみんなのね、近況報告も聞いておかなきゃ。次いつ声出るの、あさってかな、あさってだよね。息をしながらあり方を見てる。推しがいなくなりました。なんて読むの、バス引いてる、ちょっと全然わかんない。推しがいなくなりましたわ、ちょっとね、触れられないな私も。にじゃないよの動画見な、あ皆さん8月22かな、さきさんとにじゃないよを撮ってきたので、ぜひね皆さん見てください、じゃないか聞いてください。でね、その後にね、もうね1週間後ぐらいだっけ、いつぐらいかにはね YouTube にもね動画がアップされるんで、よろしくお願いします。ゲームしながら見てる、いいな、聞くね、よろしくお願いします。Q2 新公演全然当たらないのですが、まあしょうがないよね、運ですよそれも。しょうがない、頑張って投げましょう、何回も。最近リンガちゃん不足です、いやショールームはやろうと思ってるよ、本当にやろうと思ってるんだけど、なんかメイクしてなかったり、なんか時間が過ぎてたり、いつの間にか終わってるんですよね。私って17歳になってもダメ、11時まで、10時まで、17歳になっても高校生は10時までだっけ、わかんないんだけど。17歳も22時までなの、しんど。じゃあ皆さんね、配信頻度はね、まあなるべく増やしますけれども、なかなかね、うん、難しい。
夜型だもんね。そうだよ、私多分3時ぐらいだったら全然やるよ夜中の3時とかだったらやれたら全然やるよ。公園でリンカと見て最近ハマってるです。まあ公園もね、最近だいぶだん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 出れてるようになってきたのでね、皆さんね、また好きになってくれる人が増えるんじゃないかなと思ってます。夜中の、そう、夜中の3時だったらできるよ。バリバリやるよ、眠るまでみたいな。いや私ほんと夜中とか結構暇だもん。3時で行けるなら5時でどう。いやもう5時は朝じゃん。俺ガチで毎日リンカちゃんのこと考えてる。嬉しい嬉しい。寝なさいちゃんと。いや寝てるんですよね、でも寝てるんですよ。でもリンカ インスタライブも結局は、だって結局ショールームが10時までならインスタライブも10時まででしょね。なんかね最近めちゃめちゃ悩みがあって、爪がやりたいです。爪ネイルがしたいけど、なんかネイルをしたんですよ一回。した後にその次の日ぐらいにメールが来て、なんか高校生まではネイルはダメですみたいなのが来て、はそんなの知らないよって思って、いやそんなん知らん知らんと思って、うん、そう最悪だった。だからね、なんかめっちゃノリでくっついてたけど外しましたよ頑張って。若いメンバーがやってるし、まあ若いメンバーがやってるって言って私もやっちゃったら結局一緒にルール破ってることになるんでやりませんけれども、まあね年齢がまあ多分いるんで、もう少しはもう少しはいるんで、皆さんね17以上はいるんで、きっと私もね、またね深夜できるようになったら深夜配信するんで、それまで待っててください。インスタライブは時間ないよ。いやいやいや、そりゃあね普通の人はないよ。普通の人は、普通の人はないですよ。見方緩いように見えても真面目だよね。だってねえねえ、死ぬまで待ってるよ。怖いわ、なんか目ヘラ化してるよ君。発言の一つ一つが減らってる。まあ待っててください。なんかあるじゃん、個人でどうしても配信したい時とかさ、やっぱさ配信したいってなった時とか、友達とっていうか同期ととかとか誰か友達っていうか、まあメンバーとかな、一緒にね、なんか何か配信しようってなった時に時間が過ぎてるけど、まあいっかって時もねあるとは思うんですけども、どうしてもねやらないといけないっていう時だったらやるかもしれないけれども、うん、そう。てか私はね、そう話がそれちゃったけど、ネイルがしたいんですよ今一番。ネイルがしたい。可愛くない？爪がやっぱこうなんかさ可愛いのってだからやりたい爪を。ゆかちゃんはいきなりいなくならないでね。そうそうないでしょ、なんかない限りいきなりなんてね。深夜3時過ぎにインスタライブした。
カワウソネイルしてて可愛かったね。見た。どんなデザインにしたいの？カービィがいい。なんかめっちゃカービィの可愛いネイルをインスタグラムで見てやりたいんだよね。ミカさんも大人やな。いや私本当に SK 入って大人になったと思うよ。精神年齢が普通の人よりもしっかりしたと思う。やっぱりね、いいことですよ、しっかりするのは。カービィ好き、可愛くない？だってだからね、今ほら最近爪ちゃんと切ってるよ。なんだけどね、カービィにしたいんです。しっかりしましたよ、私も本当にしっかりしたと思う。やっぱ昔はね、キッズだったから。私もしっかりね、これはやらないとダメ、これはね、しちゃダメ、これはしてもいろいろ判断できるようになりました。私もカービィのコスプレしましょう。めっちゃデブになるじゃん。みかちゃん夜もゲームしすぎだもん。いやそんなしてないよ、言うて。ゲームしてるんじゃなくて見てることが多い。キグだ、俺も昔キッズだった。キッズですよ。そう、大人になりました。私もなんだろうなゲームっていうか好きな実況を見てる。実況者さんの実況ずっと見てる。17歳まであと2ヶ月やね。そんな早いのか。そっか、もうあと2ヶ月じゃん。やば。みんなプレゼント待ってるね。ちなみに握手会で着れる洋服がいいな、私は。早いね。2ヶ月で私もう年取っちゃうの？やだよ、17歳。16歳と17歳ってさ、結構差ない？なんか差がある気がする。16はなんかまだ子供でもいい感あるけど、17って結構大人っぽい気がする。やだな、17なりたくない。花のセブンティーンって言うよね。けどやだよ、セブンティーン。私嫌です。子供のままでいいです。バブバブしてます、ずっと。嫌です、永遠の16歳。17歳が最強って聞くよ。あ、そうなの？嫌だよ。でも16歳がいい。あ、そっか、じゃあ17になったら矢作と同い年だ。やっぱキッズやん。いや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 、心はキッズじゃありません、大人です。私19だけど17に戻りたい。マジ？あ、じゃあ香里さんと矢作と同い年になるんだ、あと2ヶ月で。いやーね、見た目は大人になりたいんだけど、やっぱ年齢はね、なんかね、16の方がいいなって思う。自称17歳がたくさん。21目の前。いいじゃん。私21とか22とか23とか、なんかそういう年齢にも憧れる。けど17は嫌だ。なんかもう嫌だ。なるなら一気に20とかがいいな、私。どう？16から20。
4年飛ばしたい。最近24になった。僕は17が一番楽しかったな。まあ正直17になったところで私は何が変わるかっていうと、変わらないんだよなきっと。気楽でいいな。いやそんな気楽じゃないって。もっとちゃんとした大人になる予定だったんだけどな。見た目はやっぱ大人がいいよね。やだもん私。なんかね、大人だけど童顔みたいな顔わかる？本当にキッズの顔じゃなくて、大人なんだけど童顔だねみたいな人がいい、なりたい。今21だけど19くらいから時間経つなという間。マジやめてよそういうの言うの、やだよ。慣れるかな童顔の大人。17の頃30代に見られてた。30代は嫌だよ私も。やだやだ。30は急激に体力が落ちる。マジ？やだな。まあでもきっと30歳になる頃にはやめてるし、いいよ体力落ちたって。43歳の今が一番いいです。え、めっちゃそう思えるのっていいね。なんか素敵だね。若い頃の方がいいってなるじゃん。今小学生みたいやから。そうそう、こういうことを言う人がいるから私は早くね、なんかね、見た目がちょっと大人っぽくなりたいんだよ。言うて毎年楽しい。幸せじゃないですか、そう思えるのは。ねえ、幸せだと思えるのはいいことですよ。みかたん将来何になりたいとかある？いや全くないんだよね今。なんかどうしようって思ってる。みかちゃんのおかげで今が楽しいです。 SKE は今が一番楽しい。警察官は諦めたの？いや諦めたってわけじゃないけど、昔はなりたかったけど今アイドルになった方がいいと思ってるよ。好きなアイドルを見ていれば毎日が楽しいです。あ、この前ね、私ね、まあ名前は言えないんだけど、まあアイドルを見に行ったんですよ。でそしたらなんかこう、そのなんか話してる人がやっぱこうやってみんなこの場に来るまでにいろいろお金とかかけてくれ、来てくれてありがとうねみたいなことを言ってて、なんかすごい確かになんか会いに来るのにもお金がかかるんだよなって思って、皆さんありがとうございますって私心の中で思ってた。可愛くない？確かになんか握手券を買うだけのお金じゃないんだよなって思ってて。ね、来るまでにもねたくさんお金がかかるんだなということを思ってね。好きでやってるし趣味だからね。いやー本当にだからなんかここにそうだなと思って、来るまでにもお金がかかってるし会いに来るのも大変だし、こう足を運んでいるっていうことがね
めちゃめちゃすごいことなんだなっていうことを教えてもらったんですよ、そのライブに行って。そうそうそう、宿泊費とかいろいろかかるのにね、来てくれてありがとうございますってみんな思ったんですよ。私はいや本当に、でもそれってすごいなって思ったんですよ。リンカは遅くない？いや気づいただけマジだと思って、なかなか思わないと思うよきっとこんなこと。もちろん初期とか思ったけど、やっぱりだんだんこうやっていくにつれね、なんか来てくれることだけに思っちゃうじゃん。交通費とか無視しないでほしい。なんて書いてあるの？無視したいけどできませんな。ね、できないもんね、飛んでいけないもんね。本当に早くどこでもドアが欲しい。なんでどこでもドアを日本は作ってくれないの？これがあったらもうね、もう最高ですよね。作れないのかな。やっぱ東大生とかだっていっぱいいるじゃん。頭のいい人作ってよ、本当に早く。ニカは優しい子や。いや人間みんな優しい子ですよ。なんか韓国語が増えたね、あれの影響かな。なんだっけ、なんて言うんだっけあれ、浅井優香さんとかが言ってたやつ、なんだっけ、パッションフォーユーじゃないよ、なんだっけ、名前忘れちゃった。あ、そう、プロデュース48 全然違う、パッションフォーユーとか言っちゃった、ごめんなさい。そう、プロデュース48。どこでもドアがあったら公園行き放題ね。えでも怖いか、逆にどこでも行き放題なんだもんね。やばいやばい、やっぱやめましょう。いらないです、どこでもドアは。ドラえもんと同じ誕生日なの。あ、そうなの。ドラえもんの誕生日っていつなのかわからないけど。ねえ、急に私の部屋にどこでもドアで来たよとか言われても、いや私困っちゃうもんって思って今ねえ、そんなことあったら毎回お風呂入るたびになんかもう銭湯みたいな量になっちゃうよね。みんな担当お菓子とゲーム持っていくよ。お菓子に最近ハマらないんだよな。最近というか今までずっとポテトチップスのあのさ、幸せバターをずっと好きでずっと食べてたんだけどさ、最近ちょっと飽きちゃった。どこでもだって行ったことある場所しか行けないの。あ、そうなの。よく太らんかったな。なんか最近ね、最近やっと食べても戻るようになった。いくら食べても戻るようになった。最近東京でめちゃめちゃ食べたんですよ。もうね、1日2杯ぐらいタピオカずっと飲んでた。でもうやっぱもちろんホテルだから体重計もなくって、でもうあー絶対もうこれ太ったわーと思いながら、でももう美味しいしいいやーって思いながらなんか毎日飲んでたんですよ。で戻ってきて体重測ったらあれって思って、あれこれあれ食べたよねって思って、食べたし飲んだし、あれなんでだろうなって思ったら
そう、体重が戻ってて、ああよかったって思って、びっくりした。目覚まし時計鳴ったんだけど。ちょっと待って、怖い、止めてくる。怖すぎ、痛い、行けない、回れなくなっちゃった、怖。目覚まし時計鳴ったんだけど、びっくりした、痛い、びっくりした。目覚まし時計が鳴った。違う、結構前に多分メールに送ったと思うんだけど、なんか私の時計止まってて、で最近ゆっくり動き出してて、カタカタ動き出してたんですよ。違う。言い訳みたいになってるけど、こんな時間に起きないから、さすがに何時今だって。そんな時間に起きないですから、さすがにガニサス、よいしょ。韓国語がやばい、読めない。え、本当に韓国語多いんだけど。あれ、ここ日本かな。7時過ぎ。いや、電池買うのめんどくさいじゃん、だって。だから電池買ってなくって。あんな可愛い音では起きれないでしょ。いや、何気に私どんな音でもなんか音出れば起きれるよ。僕は今起きましたが、おはようございます。訳してみたら、いや、どうやって訳すん、読めないし。電池ぐらい買おう。いや、めんどくさいじゃん、電池買うのって。六本木アリーナの大コールが懐かしいな。何何、六本木アリーナのって。うん、コンビニに売ってるの、電池って。いや、でもね、あれなんだよな、目覚ましで起きるからな、携帯の。明日本コアやるから。本コア、本当にあった怖い話。いや、やだ、一人だから見ないよ。いや、マソーマシソよーマシソよーって言ったけど大丈夫、言ったよ、大丈夫っぽい。じゃ、スマホ落ちたら死亡よね、それな。でもそしたらマネージャーさんからも電話も来れないし、もう終わりだよね、一生の。リンカ、あなたの話じゃないよ。韓国語で書いてあって笑ってる。なになに、どういう意味、どういう意味、どういう意味。マシソヨって、美味しいなのな、誰だよ言ったやつ、美味しいって。あと意味わかんないじゃん。韓国語はわからないです、勉強しときます。また韓国語だ。やばい、乗っ取られてる。やばい、わからない。トトロ見ないと。え、今日トトロなの。深夜の廃校歩ける。うーん、なんかなんかもう行けって言われたら行けるよ、私。なんかね、私何気にね、行けるんだよ。虫とかよくあるじゃん、なんかめっちゃ気持ち悪い虫。もうマジで食べてって言われたら絶対食べれる派。怖いところも、もう絶対行ってって言われたら絶対行ける派。バンジージャンプとかも絶対やってって言われたら絶対できる派。ロボットだから。
ったな。いや言ったよ、本当に本当にできるもん私。うん、何気そう度胸は結構ある。お強いでしょ。絶対結婚してって言ったら結婚してくれる系。いやそういう問題じゃないでしょ。カツエでしょ。いや本当に口だけじゃないから。セミもいける。いや全然いける。だってそれをできなくて死ぬって思えば何でもできるくない。虫がいた。夏って虫多くない？てか結構やったよね。もう今何分やった？計算よろ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 。虫 NG です。いや私も虫は苦手だけど絶対触ってって言われたら触れるよ。57分、もう1時間やってるじゃん。ということでね、皆さんそろそろ終わりにしたいと思います。握手会の宣伝じゃないの？いやだってもうお昼に受付終わったし。やりたいと思ったからやりました。終わりにしようかな。うん、またやってね。わかりました。終わりにしたいと思います。ピンカタ面白い本当に。いやなるべくねやっぱり話はできるようにしようと思って、やっぱり何気なんかこう人とうまくやっていくにも何に関してもやっぱお話が上手でいくすることってたくさんあるじゃないですか。だからやっぱりお話はうまくなった方がいいなと思って、なのでトークをうまくできるように最近頑張ってます。何ヶ月ぶりのショールーム？いや1ヶ月も経ってないんじゃないの。正直何気やったよね一回は。人間関係うまくいってないの？いや別にうまくいってないわけじゃないんだけどね。お疲れ様でした。何気長々とお話をしてしまいましたが、バイバーイ。うん、そう傘が壊れてる配信したわ。でももう話すことなんかなくなってきちゃったからもうそろそろ潮時かなと思ったんだけど、まあ暇っちゃ暇なんですけどね。実はバイバーイ。いやこれから何するの？いや何しようと思って、ゲームしようかなゲームしようかなと思って。ダメ？くずい？それは。
挑戦。いや私じゃあ宿題やろっかな。宿題やりなきゃいけないんだよな。まだ宿題終わってなくってさ、宿題の話そういや結構ね、なんで2じゃないよのね動画で話してるんで。そうなんかねマジね、まあこれはまあ2じゃないよの動画を見てもらうためにも話さないでおこう。そう宿題を見てネイルした。セブンのテープでネイル。公式ブログ、そう最近みんな私公式ブログ毎日更新してたの知ってる？いややっぱどんな内容でも1日1回はやっぱ生存確認をした方がいいなって思ってみんなに。あーりんかちゃんは今日も生きてこうやってりんかちゃんはこうやってこうブログを配信やってるんだなとか、りんかちゃんは今日はこうなんだんだねみたいなのをやっぱりやんだ方がいいなって思って、どんなに何だろう内容が薄くても浅くてもとりあえず更新することが大切かなと思って、それから徐々にやっぱりもうちょいね内容を出せるようにしていこうと思い日々成長中でございます。今ネイルした。どう？オレンジ SKE カラーだよみんな。ちょっと遠くから見たらどう？ネイルっぽい？いけてる？いい心がけです本当に。いやなんかねやるようになったらちょっとずつ癖になってきた。てかあとみんな755も見てほしいな。ちょっと755やっぱね、なんか755も更新したりするから何気見てない人多いっぽいから。毎日コメントしてごめんなさい。いや逆に私はコメントしてくれた方が嬉しいけどな。正直結構見るし755のコメントは結構っていうか多分全部見てるから、うん見てほしいな。見てほしいじゃない送ってほしいな。コメント返してくれるの？いや返そうと思えば返すけど、なんかなんだろう質問系とかだったら返す気がする。気分によってだけど。普通に延長してるよね。まあ暇だからね正直今は。まあ暇じゃないんだけどやることあるんだけどさ、まあやっぱ自分の時間も大切じゃん。やってかないとやりきれないし、そんな全部なんだろう頑張ってちゃ。755はないからインスタとツイッター返信しますね。なんで755はないの？じゃあドライブしよう。ドライブっていいよね。私好きだよドライブ。そんなしないけど車酔いたまにするけど。めちゃめちゃ矛盾、めちゃめちゃ矛盾があるけど755じゃないや、ドライブ好きだよ。もういろいろやりながらなんか下で作業しながらやってるからもう言葉が狂ってるわ。まだなかなか今のしんちゃんの声になれない。あ変わったんだよねそういえばしんちゃんの声優さんって。私まだ見てないけどね全然。そんな
お出かけの予定ないの？今日はないかな。今日はもうお出かけしたし。てか、海と山ならどっちがいい？え、どっちもやだ。どっちもやだ。あ、755のシステム苦手。え、じゃあ755は見てくれないの？悲しい。なんだかんだ延長してくれる味方は天使かよ。でしょ？天使だから。自称。見ます見ますね、見てよ。だってさ、なんか別に否定してるわけじゃないけどさ、例えば私がマジでガチでもう大好きな人がいるとしたら、その人がさやってるもの全部見るよ。それが普通じゃないのって思っちゃった。だってその人が何してるかさ、気にならない？ずっと。って思っちゃった。こんばんは、ロリコンです。こんばんは。マジネスクラッタ。え、だってそうじゃないの？って思っちゃうんだもん、私は。本当に好きならってことだよ。まあ別にそんな重く好きでいろって言ってるわけじゃないし、いいんだけどさ、もし自分が本当に大好きな人だったら、なんか全部見たいなって思わない？全部755もモバメもブログも全部なんかやってるもの見たいなって思わない？好きになりすぎると燃え尽きるのも早いです。あらら、そうなの？じゃあほどほどにね、君は好きになってね。信者みたいになっちゃったコメントがやめましょうね。見たいけど公演、うん、流れちゃった。束縛系？そんなに束縛じゃなくない？これ普通じゃないの？えんかちゃん、友永美穂ちゃんを推してるの？もちろん、めちゃめちゃ YouTube も見てます。大好きです、本当に。最近さ、なんか髪の毛の色がさ変わってて可愛い。インナーカラー入れててマジ可愛いと思っちゃった。私だけを見てってか、え、私だけなんて言ってないよ。私だけじゃなくて別にいいもんだって。けど好きなら全部見てねって話。女子受けする色なの？いや、女子受けするんじゃない、インナーカラーとかって。でもなんか男受けはするのかなって思うと、正直しないのかなとも思うよね。やっぱりなんだかんだでみんなさ、黒髪が好きって人多いと思うんだよね。握手会で友永さんに話しかけに行きましょう。いやー、厳しいっすね。りんかちゃんは髪染めの予定はある？どうだろうって感じ。でも期間限定ならいいかなって思うよ。戻すなら、黒髪に戻す
から染めたいなとは思ってる。派手なのがいい。でもそれは危ない、倒れそうになった。でもそれはなんだろう、黒髪に戻した方がでもやっぱりなんかなんだろう、安定はしてるんじゃないかなとは思う。でも絶対大人になったらやっぱり茶色ぐらいにはするだろうなとは思う。でもコハちゃんのもコハちゃんのでいいと思う。だってあれは個性だし素晴らしいよ。人と違うようにして絶対だって一回でも 見られるわけじゃん、注目を浴びるじゃん普通にいるよりもね。だから何が正解とかは別にないけれど、うん、何でもいいと思う。だってみんなそれぞれ趣味なんて違うし。そう、私だって金髪好きだし。中身は変わらないと思うからいいと思うよ。うん、だって髪色なんて、だって黒に戻ろうと思えば戻れるし、何でもいいと思いますよ。金髪のりんかちゃんいいね。本当に金髪やってみたいんだよね。でもしたとしても期間限定だな絶対。ずっとはな。前言ってたね。そう、結構前から言ってるよね私金髪好きって。だって金髪ってさ、よくない？かっこよくない？りんかたん金髪だとお人形さんみたいになりそう。お人形さんって可愛いよね。お人形さんを目指したくなるよ本当に。スーパーりんかちゃんで金髪になれないの、頑張ればなれるかもしれない。気をためれば、もしかしたら変化するかもしれない。周りに異様な空気が出て。1週間で戻したよね。私もなんかさ、こう公園とかなくってさ、なんだろう、美浜の時みたいな練習、美浜の練習とかなんかで、なかなか公園がない日とかだったらさ、1週間くらい染めれそうじゃない？金髪に。やってみたいもん。でも絶対なんかこうメンバーと会う時にはしない。メンバーと会う時っていうか大勢と会う時には絶対なんか戻ってそう。高校生の時金髪にしてた。高校生は髪染めちゃダメだからな。美浜のコハちゃん超見つけやすかったらしいよね。髪色見つけやすいよね確かに。じゃんけん大会でコハちゃんとお揃いでね。やってもいいのかな。ダメそうじゃない？言われそうじゃない？なんか落とせるのだったとしても、なんか何日かは落とせないくない？色素が薄くて。色素薄いのいいよね。私ガチの黒髪だからさ、なんか全然茶色っぽいところとかないし、真っ黒。確かにウィッグとかならありかも。おお、てか結構延長しちゃった。そろそろ終わりにしようかな。矢作の友達の自身に借りたら確かに。そ
ろそろ終わりにします。やっぱり話すのは楽しいですね。ミカ結構おしゃべりするの好きですよ、ネタがあれば。宿題は今からします。なんだかんだで終わりたいやつ。そんなことないよ、そんなことない。そんなことないです。だって別に今やってもいいもん、まだ。でももう話題が尽きたしいいかなって。だってみんななんかある話題、もう私話尽きたよ、話し切ってしまった。みかちゃんの宿題を手伝いたい、手伝ってほしい。こっちから話題振ればいいんだね。そうだよ、話題を振ったらやっぱり話題が出てね、お話につながるでしょ。宿題見せて。やだ、今この下にあるよ宿題。日記的な報告ない、そんなの。小学生とか中学生にやったらそういう感じのはない。無理せず自然でいるのがいいよね。私確かに自然かもしれない。いや昔は無理したよ、だってどうやってやればいいのかわからないから、もうガチガチに緊張して話してた。そこ2階なの？違う、この立ててるところの机が今机の下に置いてるの。宿題の上にこの脚立を乗っけてやってるの。宿題読み上げてもらえれば教えるよ。いや絶対わかんないと思う、だって私だって教科書見ないと全く一問もわからないもん。じゃあ例えば読んであげるよ一問。社会ね、今もうね漢字がわからないんだよね私。ティルームが西進して1402年にオスマン軍を破り、バヤジット一世を、なんもう漢字読めないもん。違う問題にするね。あ、これなら読める。元の時代に、元の時代にヨーロッパから派遣され、元の都である、何これ、もう